入ってまーす。
皆さん準備の方はいかがなもんでしょうか。本日は、リンゴルシアさんでございますかね、参加ということで、ぜひ楽しんでいていただきたいなと思いますけどね。サウナの準備はどう？まだ、暑いですね。今日は、初参加リンゴのルチアさんね、埼玉から、参加していただきましょう。はい、ね、オールワイト。じゃあそんなことで準備を取りましたら、ルチアさんのカウントでいいんですか。はい、ゲッツー。伊藤ガールさん、頼むよ。ごめん、アイルビーバックです。ごめんなさい。ケンちゃん。
ケンちゃんジョン、ミッキートニーさんがコールね、はじめちゃんそのままジョージ、森さんリンゴアルピーパン、ワールドシュワルズネッカーじゃないですけどね、アルピーパン。ケンちゃん両方フルテンでいいよ、両方フルテンでいいよ。ご準備の方整いましたでしょうか。それじゃあお願いします。アルフィーバI'm going to go to the next one.
はい、次はですね、ちょっと趣向を凝らした、セッションになっております。ね、なんと生のバイオリンを、使いましてですね、エリナーリグビーを、やるという、ね、趣向になっておりますけれどもね、ちょっといろいろ準備の方がありますので、もうちょっとしばらくね、お待ちいただきたいと思いますけれども、マイクのセッティングをしているのはね、なんと言いますかね、なんか難しい感じではございますけど、ミキトリさんちょっと邪魔かもしれない、2人の中を追って2人の作業を邪魔しちゃいけませんよ、なんちゃってって感じもしますけれども、はい、そんな感じで、エリナーリグビーといえばもうね、弦楽四重奏とかね、バイオリンの音は、結構有名なんですけども、今日はなんと生で聴けるっていうね、そして、これはね、なんか、まあ、女子チームで、やるということが、鍵盤には、ペアのね、サオリンが入ってもらって、ボーカルには、ミッドガール、あと、トーリーもベースをやってほしいとかっていうのがありますけど、トーリー、サオリンがやんどるよ、ベースやってくれって。コーラスやってほしいの、ベースじゃないの、言ってやったんだけど忘れちゃってるらしいんで、はい、行けやって、はい、ね、女子チームだけではなくてね、ポーリーが、まあ、なんかこうサポートで入るっていうね、形らしいですけれども、全然打ち合わせができてない感じでございますけど、サオリンは事前に言っといたと、言っております、はい、今打ち合わせね、しておりますけれども、次ね、エンナーリグビーなんですけど、なんかセッションの、ね、リストを見ると、もう1曲ね、あります、2曲連続になるナックのバイオリンの曲がありますので、はい、じゃあ、どうでしょう、皆さん準備の方は、ステージの皆さん準備できました、はい、準備は大丈夫ですか、なおちゃんも大丈夫ですか、準備、あ、まあ、ちょっと緊張しますよね、はい、でも、ね、リラックスして、皆さんね、こういうセッション会、ね、楽しくいきましょう、じゃあ、エリナリグビー組というかね、女子プラス3人ボールですね、じゃあ、皆さんお待ちかねのようなんで、そろそろ行ってみましょうか、じゃあよろしくお願いします、エリナリグビー、words of the song that no one will hear. No one can
敵でしたね。次は、ロックアンドワインディングですね。大ちゃんボーカル、ルチアさんベース、バイオリンナオちゃん、でサオリンですね、キーボード。なんですか？あ、ドラム。はい、ドラムじゃあ、森さんいい？森さんドラムいい？あれ、トッポどこ行った？トッポ？ギターわからんと。ギターわからんと。ご準備は整いましたでしょうか？ OK ですか？じゃあそれでは行きましょうね。ポールマッカーティーのミュージックさあ、ロングアンドワインディングどう？ロングアンドワインディングThank you.
なおちゃん素敵、ルチアさんありがとう。大ちゃん相変わらずいい声だね。サボトでザ・ロンガンドミクロードでさ、じゃあそれではですね、次は、ジャック岡本と、ジョン・ミシカコンビでやっていただきたいと思いますので、ね、それでジョージは誰がやってるのかな、ジョージじゃあ、あ、じゃあ中西さんじゃん、中西さんジョージじゃあ中西さんジョージやってくれる、まあ、じゃあケンリアさんドラムでいいじゃん、ハーディーサイド、じゃあそのことで、ご準備の方をお願いしたいと思いますけどね。あ、ジャック、ハーデズネットどうなんだった？ハーデズネットどうなんだった？あ、行く？あ、はい、はい。皆さん両方振り出ていいよ、浴衣着て戦ってもいいの？ご準備の方はよろしいでしょうか？ OK でしょう。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。A hard day's night。
シスで、ナゴフォーというですね、1年ぶりに、ちょっとやることになりましたので、お昼の12時、カリオハイウェイオシスの、なんちゃら広場、なんちゃら広場でやりますので、お暇な方はですね、お昼ご飯前後にお湯いただければと思います。よろしくお願いします。ここだけ宣伝させてください。26日なんですけども、大須賀の L サイズでライブやります。久しぶりなんですけど、昔、謎なこ協会っていうバンドがあったんですけど、その主要メンバーの方と言ってます。オリジナルメンバーです。皆さんこんばんは、ジャックです。6月以来、私の番宣、9月のですね、9日の土曜日、メイトホール通りにありますロックバー UK という場所でですね、各月に大会しております。私のバンドザ・ウィズの、主催するセッションナイトというのがあって、その日は9月9日、ビートルズの好きな皆さんもご存知なザ・フーの、ドラマキースガイの、命日が近いということで、毎日一応やってるんですけども、キースのトリュートも、含め、楽しい夜を過ごそうかなと思ってるので、皆さんよろしかったらぜひ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 よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ではでは、はい、ではセッション続けてまいりましょう。サムシングチームお願いいたします。はい、戸川さん、大さん、森さん、一夜さんお願いします。そんなことでですね、ユーサムシングですか。ご準備の方は整いましたでしょうか。ケンちゃん大丈夫？ OK。
じゃあご準備整いましたでしょうか。それでは行ってみましょう。3点